清志所道美術館は、三重県四日市市にある中国書画専門の美術館。日本の政治家で実業家であった山本帝次郎が明治から昭和まで収集した中国層、元、明、清時代の書画を中心に展示、保存する美術館である。これら、帝次郎のコレクションは、側近で実業家であった猪熊信幸が引き継ぎ、 第二次世界大戦の東京大空襲の際に、猪熊の実家があった三重県四日市市に移された。その後1963年に清市、懐堂文庫が建設され、1986年には財団法人、清市懐堂,堂を設立、猪熊が初代理事長に就いた。そして、このコレクションを一般に公開し行成に伝承するため、1994年4月3日に、 当館を開館した。館内には、中国の書画の他日本の樹舎の遺木や、万道岩山急蔵の古すずりなどを収蔵しており、春季と秋季に特別展を開催している。なお、清志懐堂とは、陸長の山水画家、宗比の絵の、ああ、いと山井もに至る。名山おそらく天甘区は遊び方し、ただだまさに懐を済ませて、道を見て、伏して持って、 これに遊ぶべし。という言葉に由来し、慶次郎がこれを道号としたものである。2017年7月1日に、四日市清水沢町2011番地の清市、懐道文庫に移転。ありがとうございます。